マッソゲームズでーす。はい、皆さん今回はですね、こちら、ゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・ザ・キングダム、パート24、やっていきたいと思います。まだパート1からパート23、見てないよという方はですね、概要欄に再生リストがありますので、ぜひそちらからチェックしてみてくださーい。はい、まずは前回のおさらいをしていきましょう。今僕が取り組んでいるのはこちら、メインチャレンジの4地方の異変調査です。で、前回ですね、こちら、ゴロンシティの陰謀というね、メインチャレンジがある通りにですね、このオルディン地方の異変調査が終了しました。で、今回はですね、このデスマウンテン周りですね、このあたりまだ全然冒険していないので、祠とかもね、かなりスルーしちゃってると思うんですよ。ですので、このね、前回クリアしたオルディン地方周りを、まあ、今回ね、冒険しながら進めていきたいと思うんですが、その前にですね、今僕、こちら、ね、監視砦にいます。で、この監視砦でですね、僕ね、やってないことがあるらしいんだよね。ていうのも、このね、ジョシュアちゃんの、なんかね、こう、ミッションみたいなのをね、進めてなかったらしくて、で、このね、像なんだよね。これがさ、まさか物語に関係してくるってちょっと思ってなかったんだけど。剣士様、ぼーっとされてましたけど、どうされました？その奇岩にご興味が？それは地底で発見されたものなのです。人工的に作られた像のようにも見えますし、自然にできた岩のようにも見えます。つまりまだまだ調査が進んでいないものなのです。ジョシュアも気になっていますので、今の調査が終わったら念入りに調べるつもりですっていうことで、ここでですね、祈るんですよ。そうすると、我に語りかける者よ。我、すべてのポーをあの世へと正しく帰す存在。あの世へと帰すべき御霊、ポーを我に捧げよっていうことで、まさかね、地下で撮ってたポーがここでね、関連してくると思ってなかったんですけど、はい。おお、これぞまさしくポー。これは帰すべき道を失い、地の底に迷う哀れな存在。迷える御霊は正しくあの世へと帰した。我は地上に運ばれ、ポーをあの世に帰すことができずにいたところだ。そなたのおかげだ。これを受け取るがよい。ということで、闇の魂。漆黒の闇を叩いている見たことがない物質、触ると心なしかひんやりしている料理に使うと正気の影響を抑える効果があるっていうことで、ポーを捧げると対価として何かが得られるというもので、ここにはね、ダークボディというのもありますね。で、あと闇の塊か、魂じゃなくて闇の塊だってね、いろいろあるんですよ。地の底には我より遥かに大きな像に魂を宿す同胞らがいる。もし出会うことがあれば、ポーを捧げてみるといい。どこにいるの？さあ、10ポーを捧げて同胞の居場所を聞きましょう。おお、あそこにいるのね。地図の示す場所へ向かうがよい。地の底で我が同胞と迷う御霊を探すのだと。いうことでですね、ちょっとこれ進めたいじゃないですか。だから目的地ここにして、ちょっとね、デスマウンテン周りを進めると思いきや、まずは今回地下の冒険を進めていきたいと思います。でね、もうね、ストーリーを進めましょう。マスオさんのゆっくり行きましょうとかね。まあ、いろんなコメントいただいてるんですけど、僕はね、もう僕の楽しいよりのんびりやらせていただきたいと思いますのでね。皆さんものんびり見ていただけたらなと思います。お！さあ、迷惑の力によりユンボーの分身を呼び出せるようになった。ってことで、まあ、ユンボーが来てくれるようになりましたね。よかったよかった。で、こちら側に、ね、向かいましょう。お、で、このポーがね、重要だね、本当に。まさか、ここまで重要だとは、ね、思いもしてなかったんですが、どうしよう。まあ、車に乗ってくのもいいんだけど、そんなに遠くないからさ、もう車に乗らずに普通に、この同胞の場所、目指しちゃいますか。さあ、ポーがまたありますよ。ポポポポー。あ、
これっぽい？平原の魔人像。中央ハイラル地底。どこよ？こんなのわかんないよね。我に語りかける者よ。捧げよ。我にあの世へと帰すべき御霊ポーを捧げよ。あれは帰すべき道を失いこの地に迷う哀れな存在と。善悪、それは矮小なる存在の虚しき認識。迷う御霊に区別なし。そなたは我が同胞と出会っているようだな。しばし待て。同胞と我の力により暗闇の衣が生み出された。望むのであれば見合うだけの供物が必要だということで、これでダークボディ、そして暗闇の衣、魔法の杖とかもゲットできるんだ。はい、こちら正気ガードが組み込まれた暗闇の心衣というね、装備もゲットできます。さあ、まあ、こんな感じでね、ポーを集めつつ衣も入手しつつみたいな感じでやるのかな。で、ちなみにこれでもう一度さ、この監視砦のところに行って話しかけたら、また象の場所教えてくれるのかな。ね、思ってたよりこのポーが重要ですね。驚きの重要さ。ただなんか僕が本当は中央ハイラルのなんか鉱山的なところでこうまずやらなきゃいけない的なことはあれだね、これじゃないのかもしれないですね。もう一回ちょっと話しかけてみます。同胞はどこに？次100ポーなんだけど。わーお、まだ全然行ったことないところだわ。そしてこの奥は？あ、行ける。あ、これ普通のドアだったんだ。はーい。ってことで、まあ、ポー、そういうね、像探しもしつつ、っていうのがね、ありますね。あと、これも、ねえ、旧ハイラルのものをね、調べないといけないんですよね。こういうのを取って、ね、届けるみたいなね。はい、ということで、まあ、なんとなくね、まあ、こういうのやらなきゃいけないんだろうなっていうのはね、皆さんに見ていただけたんじゃないかなと思います。まあ、ちょっとね、またゆっくり進めていくことになりそうですが。では、一番最初にお伝えして、これなんだこれ。一番最初にお伝えしていたこちら、デスマウンテン周りの冒険をしていきましょう。で、デスマウンテンのところで、前回の終わりにですね、まあミニチャレンジを受けまして、なんかお宝があるみたいなね。そういうミニチャレンジ。なんかトカゲ池の真ん中にみたいな、その今上に見えてるやつですね。っていうのがあったので、それもやっていこうかなと思います。マップで言うとこちら側ですね。よっ。はっ。はっ。おっとっとっと。あ、そうかそうか。こっから上に、上がってってことか。さあ、今回は多分、祠とかそういう回になるので、あんまりストーリー的にはね、進まないかもしれないんですけど、まあね、ご容赦いただけたらなと思います。ああ、全然僕まださ、空も、ね、冒険してないし、っていうかさ、この空の冒険ってあんまりやんなくてよかったのかな？ね、精錬ゴーレム。このね、始まりの空島とか。なんだろうね、これ。あ。ちょっとわかんないの結構たくさんありますけどね。よーし。いくぜー！
トカゲ池をまずは目指すぞ。あれか。トカゲ池、トカゲ池。確か、あ、ホコラもあった。あ、てかホコラ。あ、これ以上ピン打てない。まあ、あるからいいか。てか、ほこらめっちゃあるじゃん。やっぱ空から探してると簡単に見つかっていいですよね。で、トカゲ池の真ん中にお宝があるって言ってたのは、この辺りなのかな？それとも、また洞窟ですかね？トカゲ池、トカゲ池。で、マスオさん、装備もう少し強くしましょうよって言われちゃった。ね。もうちょっとね、確かに強くした方がいいかもしれない。さあ、トカゲ池なんですが、あったかな？真ん中ってどこだろうね。一応このトカゲ池の真ん中付近。あ。なんだあれ。あ、これ風で飛ばすのか。そう、切る？それとも。あ、これ。触るんだ。よし。あ、ダメだった。これコログですね。あれを触るとコログは出てくれるってやつですね。もう一回上に舞い上がって、オッケー、さあゲット。コログの実。地味にね、動画外でコログの実はゲットして、あ、ゲットというか使ってたりするので、意外と数少ないんですが。あ、ここじゃない？トカゲ池のって。ここを、はい、ユンボーの突撃を使って、中に入りますと。発見！トカゲの隠れ穴。ちょっと装備、こんぐらいでいっか。にして、あっちにもありますね。さあ、進める道がありますが、まずはここ見ましょう。さあ、宝箱を発見！おお！神獣兵装ルーダニア。古来ゴロンの民を守護する戦士が手にした兜をハエリア人が身につけるとゴロン族との絆がより深まると言われている。だって。やったー！トカゲ池に眠る秘宝を、これでね、クリアしたことになりました。確かにこう、あれ？秘宝って、ほんと結構たくさんあるんだなっていう感じですね。で、迷いもいるので、ね、迷いの落とし物もちゃんとゲットしていきましょう。よし。さあ、迷いちゃん。オッケー！ありがとう！迷いの落とし物ゲット！じゃ、ちょっとここで上に上がっちゃって、ここから飛んで、さっきね、見かけた方から目指していこうかなと思います。夜になっちゃったけど。あったよね、さっき。あったあった。お！この先に魔物が。これもチャレンジですね。こんな時に何か用ですかな？おー、
今は討伐任務の最中。あれ、リンク殿、やはりリンク殿ではございませんか。覚えていますか。ゼルダ姫様を捜索中にハイラル城でお会いしたトリューですっていう。火星に来た。さあ、エピソードチャレンジ、オルディンに平和をということで、どこでしょうか、敵のアジトというのは。あ、そっちか。あの穴の中にその敵がいるのか。なかなか祠にたどり着きたいのに、祠にたどり着くまでにいろいろありすぎる。かかれー、ダルマーコの幕府。さあ行くぞー。熱くないから爆弾いけるよねこれ。ほらおっと、さあ、いて、強い、この敵強い。さあ、ってなるといい装備使いましょうか。あぶね。おーおーおお、一体一体確実に倒していこう。あぶね、強い仲間が痛い。敵も逃したーって言ってるけど、仲間仲間。さあ倒していく。さあアイテムが壊れそうです。さあこれでもう一体倒して、あ、いたいたいた。お、騎士の槍いいですね。さあこの辺りのアイテム、これクロモリブリンの角とか後で使いましょう。これでも強いからさ、ちゃんと使いたいよね。おい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 、ちょっとアイテムを今後ね、しっかり使うように心がけていきたい。そして魔物の群れがまだいるようですので、どこだ、壊れてしまった。さあさあこのね、青森ブリンの角とかもね、全然使えますからね。おらおらおらー、オッケー、やったぞ。今のが最後の一匹だ。私たちの勝利だ。全員よく戦ってくれた。リンクどものも助かりました。お時間いただけますかな、ということで。おお、獅子奮迅のご活躍、お見事でした。リンク殿には何とお礼を申し上げたらいいか。ところでリンク殿、本日は例の剣をお持ちではないようですね。特別な剣を持っていると伺いましたが、見たところあまり特別な感じはしないかと。あ、いや、見た目で判断しちゃいけませんね。大変失礼いたしましたと。さあ、銀ルピー、これ、でかいな。アッカレ地方に行くつもりですと。ありがとう。さあ、エピソードチャレンジ、オルディンに平和をクリアしました。アッカレに平和をが次出てきたんですが、強いアイテムをちょっと置いてね、少し強い装備を作りましょうかね。なんでマスオさんしないんですかっていうコメントがね、本当にたくさんいただきましたので。で、今ゲットしたのがこれですね。クロモリブリンの角。まあ、強いところで言ったら、まあ、こういう、ダイヤモンド強いね。25だって。へー。だからこれらを置いて、で、例えば、剣につけるのは、
これ。さあ、騎士の槍の、につけるのは、これ。さらに、槍につけるのは、これ、みたいな感じで、まあ、最低限、ちょっと強い装備になったんじゃないかなと、はい、思います。お、これも強い！黒ボコ！ブリンの角。これもつけてもいいのかもしれないんですけど、今ね、まだ全然、こう、めっちゃ困ってるわけじゃないから。おー、今のも角ゲット。いいですね、かなり。さあ。で、突撃して。いや、突撃ができるようになったことによってさ、こう、なんか、武器を失わずに済むようになったのが、ほんとでかいですね。今までさ、結構、岩を壊す用の武器のランが結構必要だったからさ、だからあんまりこう、ね、武器作ってもなーっていう気分だったんですけど、まあでも作った方がいいか、一つぐらいね。これで楽ちんだ。お、上がある。さあ、明かり花。よーし、上には一体何があるかな？迷いがいたー。さあ、迷いの落とし物をまたゲットー。ここら辺はさ、琥珀が多いから、そんなにこう、お金にならないのが、まあ残念ではありますが。さあ、また上に上がって、今度こそ、さっきの祠目指そう。僕は一体どこまで来てしまったんだ、これ。なんか、コログがありそうなところだな、この辺り。頑張りが増えたから登れていいわ、マジで。よいしょー。あー、ダメでした。はい、ごめんなさい。こういうところから登ったらいいんだろうね。通れループして、火炎の実。そして、火だまり草。さあ、何かあるでしょうか？ねえ、下手くそなりにこう、頑張って登ってきましたが、何もないと、少し残念な気持ちしますが、なーい！何もなーい！ただの岩でした。ではでは、こちら、ね、飛びながら、祠目指しましょう。さらにね、ちょっと周り見渡してね、何かないかなーって思いながら。あ、あそこに、あれですね、車がある。あそこもなんだろうね。何かありますよね。よし！じゃあ、今度こそ、今日初の祠行きましょう。シバジタキオの祠、オルディン渓谷。おー、どんな感じだろうな。ちょっと難しそうな気がするんだよね。クリアした後に行くところじゃん、ここって大体。道をつなぐ鍵。さあ、道をつなぐ鍵ということで、まずはアイテムが何もないと。で、ここは、おそらくトーレルーフ
で、上に行きましょうっていうことだと思うんですが、とりあえず行ってみましょう。なんか順番とかあるのかもしれないですね、トーレルーフの。ちなみにここは登れはしないと。ここじゃないのかな。まずこっちか。さあ、トーレルーフもう一度しまして、どれ越して、あー、なるほど。あ、やっぱじゃあさっきの方か。こっちでよかったんだ。こっちで行って。で、戻れっこして。あれ、止まっちゃった。あー。下を戻れっこしようか。で、上に上がって、これたどり着いた、たどり着いちゃいましたね。なんかもうちょっとひねった感じのところかなと思ったら、あっさりと、はい、クリアしました。もしかしたら、こう、戻れ子を使う順番は違ったのかもしれないんですけど、その本来ね。まあ、ただクリアできたからいいよね、別にね。さあ、祝福の光はそなたの力となるであろう。一つ、ゲットです。で、もう一つ、祠ら見えたから、そっちの方に行きながらね、冒険を進めていきま、危ない。行きましょう。お、こんなところにあるじゃないですか。コログが、チャラーン、見つかっちゃったー。いや、コログの実はほんと重要。そしてあっちにもいろいろあるし、まあ、なんかいろいろありますが、あそこ行ってみたいですね。あの真ん中の地点。行けるかな？レッツゴー！届きそうですね、ギリギリ。なんかこういうのあるとここに着地したくなるわ。ど根性崖。ああ、なんかあったなー、こういうイベント。そして宝箱発見。銀ルピーでけー、銀ルピーでけー。トパーズ、琥珀。結構いいものをゲットできましたね。む？岩塩などゲットしまして。どっかで、このイベントを発生させて、で、ここの土管上垣を登るみたいな。そういうイベントがあるのかもしれません。明日かな？これかな？これ敵？あ、違うか。さあ、お肉、上鶏肉。この下とかじゃないのかな？こんにちは。あれ、いらっしゃらない？
あれ、どこだろうね。なんかあれかな、ミニチャレンジみたいのをクリアした上じゃないと、いないとか、そういう感じなのかな。あ、ゾナウギアがある。ぴょんぴょんぴょん上がっていけそうだね。上がった上で、ロケットも使ったりしたら最高に良さそうじゃない？っていうか、いないんだよな。ちょっと、いないから、とりあえずじゃあ、あの祠目指しますか。あ。違うよな。あ、こんなところにまた、いますね、彼が。そしてちょっと特殊な形。よし。久々に会いましたね、彼ね。まずこうやって。地味に難しいんですよね、これね。どうしよう。どういう形がいいかな。ダメかな、これじゃあ。ダメだー。でも、こっち側に倒れるって分かったから、こっち側にあと支えを作れば OK だね。いやー、こんな至るところに行かなきゃいけないんだから、ブラック企業だよな。これで、これでもいいかな。あー、お、倒れちゃった残念。もっとちゃんと支えないとか。なんか難しいよねこれさ。こんぐらいでいいだろうと思って楽しようとするとその分大変になるっていうね。最初からしっかりと作り込んでればね、簡単にできるんだろうけど、でも結局こうやってさ、いっぱいつなげることになっちゃうから。喋れなくなっちゃったんだ。はあ、うん。よし。危ねえ。今時間経ったらまた倒れそうな感じだったけど、まあギリギリいけたからよかったですね。よーし、できたー。君のおかげでしっかりと固定することができたよ。ということで、アカルピーゲットー。ひんやり山菜おにぎりと、宿泊券もゲットしましたね。さあ、結構な数、ね、僕も、ここで、ね、支え作ってますよね。ポカポカだけ。さあ、そして発見した祠ですね。キマヤタの祠。行きましょう。キマヤタ。なんか順調で楽しいな。祠を見つけることができているときは順調で楽しいんですよ。うわ。ここは古の蛇を封じ浄化せしむ祠。これより先、道具を持っての侵入を禁ずる。このパターンか。一心の戦い。粉砕。
あー、霊気の実をゲットして、うわっ、これ壊してもらうか、壊れないか、ここは水、おーおー怖いな、あ、ダメか、掴めない、なぜ掴めない、あ、さあもう少し周りを見て、炎のがあるけど、なんで掴めないんだろう、なんか乗ってるからなのか、危な、この霊気の実は投げることで、よし、凍らせることができる、だからここで凍らせつつ戦う？もう一つ。OK！ で、一体倒せば、こんな風に。で、角をゲットしたから、お、ずっと凍ってるじゃん。ああ、そういうことなんだ。で、ちょっとさっき、素材を。あー、よし、これで戦える、逃げつつ一体一体ね、間違えた、よし、凍らせて、よし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 、さあここでまたアイテムを投げて、あー僕も凍っちゃった、危ねえ、オッケー、これで割と必要なねアイテム系は揃ったんですけど、ダメ、戻せない、掴めない、スクラビルドできない、あ、なんでこんな簡単なこと僕思いつかなかったの、やばいね、やばいね、すごい簡単だったのに、なるほどね、ここでで、ちょっとこれスクラビルドを一回外して、で、これを取り付けて、で、かつこれを壊して、これが落ちてくるから、これを用いて下まで行って、で、あれを壊して倒せってことか、
思いつかない時って本当に思いつかないんだよな。よっしゃー、これでゴーレムたちは全員倒せると。なるほど、道具の金男。気づくまで時間がかかった。さあクリアでございますと。ちょっと情けなかったですね僕。で、これを一応壊したいけど、まあいっか。で、あっちにあった鉄のね、あの鉄球は結構強いからスクラビルドしたいんだよな。さあ、騎士の両鉄拳に、おお、まあ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 良くなりました。そしてここでゲットできるアイテムは中隊長エッジ、強い、めちゃくちゃ強い。やったぜー。さあこれで今日二つ目の祠クリア。そんなに難しくないはずなのに沼ってしまった。そんな祠になってしまいました。で、さっきのさ、その高い、ど根性崖あったでしょ？あそこって確か、その前のブレスオブザワイルドの時は、確かだけど、なんかさ、その、ゴロンシティでのチャレンジをクリアした上で、みたいなのだよね、多分。だからまだないんだと思われます。なんかライネルがいそうな場所だよね、あの辺りってね。ないかな。広々としてるからね。で、この辺りでも、お、やったー。戻れ越してくださいっていう、岩じゃないですか。戻れこう！宝箱！操縦桿。さあ、そしてあそこも何やらありそうだし、ね、なんかありそうだけどね。まあでも特に今見当たってないから、あの真ん中目指しますか。なんだろうねあれね。さあ行くぞがなかなかたまりません。でも間に合いそうだな。よーし、いけたー。なんだここ、行ってみるか。発見、ドクロ池の洞窟だって。ゆっくり降りよう、ゆっくり。え、おう、完全に池だ。さあ、明かり花などをゲットして、敵がいるんですが弱そうだから、そんなにこれでいいか。仲間が倒してくれちゃって、弱いですね。岩ハンマー、
オパール。ナイスー。岩塩。これめんどくさいな。ちょ、もったいないけど使っちゃうか。まあ、すぐ手に入るし。バーン。はい。うわー、アホか、自分。よし。さあ、明かり花とかが咲いちゃいましたね。さあ、両手の剣があるんですが、珍しくこそこそいって、ほらー、お、まだもう一丁ある。いや、これさあできるようになったらマジででかい。すごい、今の上手くない？お、これ強いんじゃない？牙。この石で十分なんだよ。おー、あ、そしてここ、不穏な感じだから、アイテムそ、あ、なんだ、赤い月か。染まりし月、大地を照らす時、魔物のこれスキップできる時とできない時があるのは何なんだろうな。再びこの地を席巻する、席巻する。さあ、アイテムというか装備ですね。ここラムダの秘宝的な、あ、すごい、ゲット。おお、鬼神帽子、攻撃力アップ。月が見、落ちてくる世界の勇者が持っていた道具。見た目はちょっと怖いが、身につけると鬼神のごとき力が湧いてくる。ちょ、装備してみる？怖い、怖い！あ、ねえ。攻撃力高いやつでいきましょうか。さあ、ここに登ってしまえばって感じですね。オッケー、倒したー。さあ、どんなアイテムがもらえるかな。ヒノックスの牙、騎士の剣、ポーチがいっぱいなんですけど、騎士の、これも強いね。炎のやついらないかな。おー、なかなかいいアイテムがね、もらえていますね。そして、これですよ。スクラビルドをどれでしようかな。これ強そうだから。えい。それ29、スタルヒノックスの角。いいじゃないですか。さあ、そして、ね、アイテム自体はあったんですが、迷いがいないわけないよな、こんな洞窟。行くぞー。おお、琥珀、そしてさらに進んで、迷いさーん、ありがとう、迷いの落とし物をゲットしました。あっという間に迷いの落とし物は溜まっていきますね。
で、吹き飛んじゃうのがちょっと難点だなこれ。まあただこれで琥珀をゲットして、財宝もまあ基本的にねゲットしたので、おー、サファイア、いいアイテムがゲットできました。いいや、これで。で、これで一旦上に帰りましょうか。あ、間違えた。よし！さあ、だいぶ今日冒険自体はしてるんじゃないかな。長い。おお！そしてちょうど祠があった！これ何なんだ？あ、さっきのところか。じゃあ本日最後にこの祠をね、クリアしたいなと思います。釜付きさの祠。この顔さ、怖いからやめよう。あ、でもいっか。今日はこれでいこう。さあ、釜付きさの祠。どんな感じかな？一打入魂。こういうことか。えい、ドーン。おー、ゴルフだ。もうちょい。残念。新しく湧かないの？じゃ、まずこっちから行くか、次。今だ！おっ。え、外していくー！あ、なるほど。これでまた出てくるのか。あー、ダメか。いけ！お！ちゃんと入るんだね。宝箱ゾナニウムの合体験。なんか、どんどん装備が強くなっていってますよ。マジで。さあ、決めるしかない。ちょっとこっちから行くわ。せーの、えいっ、ドーン。さあ、こっからくるっと回って、あー、力強すぎるんだな。もう少し、弱めにこう、優しく、ゴルフの要領で。次で行きます！いっけー、ゴー！いい！強さいい！絶妙！からのぐるっと回って、うわぁ！マジかー！今のでも強いのか？角度つけすぎか？もうちょっと逆に角度つけるか？えい！さあ、ぐるぐるぐる。これで行く？コロ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 。いったー！まさかの今ので入るのか。めっちゃ弱みにやったらちょうどよかったっていうね。ははーん。いやー、今回、下手だったな。
全部祠。ちょっとねえ、見てる皆さんからしたらちょっとイラついたかもしんないね。さあ、祝福の光はそなたにということで、まあ、祠をクリアすることができました。さあ、マップを見てみましょう。結構、この辺りでね、行きましたね。まあ、この辺りでもう一つぐらい祠あるのかなーっていうね。まあ、雰囲気にも見えますし、あと、この、池の辺りですよね。この辺りも祠がありそうなので、まあ、もう少しね、祠を探しつつ、冒険するのがいいのかなと思いますけど。なんか、コログは全部で1000個っていうのを、なんかコメントであったの見たんですけど、祠はね、いくつなんでしょうね。ちょっと、わかんないんですけど。一応この下もちょっと最後に覗いてみたいと思います。これ池？あ。なるほどね。この深穴行っときましょうか。発見。あ、やっちまった。危ねえ。ドクロ池の深穴ってことで。やばい。弓は装備してないから真っ暗なままだ。あ、なにこれ。ああ、食らっちゃうのね。これ全部倒したら、このヒノックス解放されるのかな。さあ、スタルヒノックス。もう一丁じゃあ戦いましょうか。じゃあちょっと強い装備にして、どうせやったらね。逃げて、オッケー。やっぱさっきの装備強いから簡単に削れる。オッケー。さあ倒せました。宝箱なんだろうな。イエーイ。さあ、スタルヒノックスの角、これにつけるか。イエーイ。強い装備。大ゴロンとゴロンの名工が時を超えて旅をした勇者のために作ったと言われる伝説的な冒険だって。へえ。じゃあこれ交換するか。どれにしよう。これでいっか。かっこいい。この大ゴロン島につければよかったな。ねえ、どうせだったら、まあ、仕方ないか。やばい、石が邪魔で。さあ、結局旅をしてしまっているマスオ。もう結構今日の動画長いから。おお、洞窟。地下にもこんな洞窟があるんだ。そんな正気満ちてない洞窟っていうのがまた珍しいっすね。お、なんだこれは。岩塩。そしてキノコが燃えちゃっている。
さあ装備、これゴロンクリアしてからじゃないと装備いくつあっても足りないから辛いね。おい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 、どこまで？さあ岩塩ゲット。やったー、オパールが嬉しいんだけど。これで装備変えるぞ。よし、あ、なんかあった。さあここは行こったい。すごい上の方なのかな。あ、あるじゃないですか、ちょうど。先妻かのね。おお。これさっきクリアしたところ？あ、そうだね。はい、ということで根っこがまた一つ解放されました。はは、飛んでいける方向に根っこはあるのだろうか。いや、面白いな。無限にできちゃうよ。どんどん長い動画になっちゃうよ。あ、爆弾だ。そしてあんなところにポーもある。あ、そしてこっちは一度僕がクリアしたことがあるというか、マップが解放されてる方向ですね、これ。なるほど。爆弾魔な。ちょっと弓矢で、巨大な明かり花で照らしちゃおっか。なんか終われない。真っ暗闇の中をマスオは進んでいく。さあ、あんなところにポーがいるけど、ポー、あいつ倒せばいいんだな。狙われている。おーい、なんだそれ。やべ、ダメだこれ。ここはそういうことだろうね、ボートで行かなきゃいけないところなのか。ちょっと長くてごめん、ほんと。こんな中間地点か。あ、すごい、ポーだらけ。あいつらと戦って奪えばいいんだな、ボート。それか、あ、こっから行けばいいのか。さすがにこれは飛んでいけるんじゃないか。行くぞ、レッツゴー。やったー。簡単だった。てれれれれれれ。何がもらえるんだろうな、これ。イエーイ。さあ、イーガダの設計図。これは一体何に役立つのか、まだ分かっていません。頭脳エネルギーの大結晶。
ということでした。はい。ま、今回は、こちらで終わろうかな?はい。ね、真っ暗闇でのね、まあ終わりになっちゃったんですが、今回はこちらで終わりたいと思います。すごい、闇夜に浮かぶこのリンク怖いけどね。はい。ということで、ね、今回は旅、主にしていきましたが、またですね、こちら、四地方の変調査をしつつ、まあ、向かってみたいなと、はい、思いますので、ぜひまた皆さんご視聴いただけたらなと思います。ということで、今回も最後までご視聴いただいてありがとうございました。ぜひチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。以上、マスオゲームズでした。バイバーイ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。よかったら、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。